しました。殿のことを思い出しておりました。俺は忘れたい。殿なりの情があったのですよ。もう良いだろう。吹き筒と針が揃った。あとは毒だけだ。では参りましょう。こちらへ。どうぞ。薬草を育てるために作った小さな野営があります。そして毒草も獅子をも殺す強さです。猛虎を殺せる強さにしてくれ。若様と遠出できるとは。馬の乗り方を教えてくれたな。あの子馬で。若様は姿勢よく蔵にまたがって将軍様のようでした。あらあら、若様。どうしたのだ。若様はここで志村様を殺めかけたのですよ。何？確か3つか4つの頃、志村様が子たちの扱い方を教えてくださっていたのに、若様は蝶々に夢中で。思い出した。叔父上の目を打ったのであったな。志村様と殿は息ができぬほど大笑いされておりました。父上が笑ったとはな。お母上が病になられる前は若様にも笑いかけておいででしたよ。こちらです。御座と焚き火、野宿するのか。いろんな薬草を探す時だけです。では毒草を集めましょう。休んでおれ。俺が積もう。種は毒です。食べないで。子供扱いはするな。失礼を。お母上に花を贈られましたね。母上は綺麗に飾ってくださったな。これで十分。こちらへお持ちください。待たせたな。いいえ、まず種を抜き取り、実を砕き、糊状にしたら針を浸します。効き目は強いのか。納得いただけるか。
できました。この道で合ってるのか。母さんの野営がこの辺りにあるんだよ。若さん、誰か来ます。そこにおれ。毒の効き目を確かめるか。あの侍、わしらの仲間を殺し回ってる。あいつの首を取る。褒美をたんまりもらえ。もう近いか。方角を調べてみる。このどこかだ。急げ、逃がすわけにはいかん。怪我はありませんか。案ずるな、始末はつけた。はあ、若様は成人でいらっしゃいましたね。俺もたまに忘れる。そろそろ屋敷に戻ろう。その前にこの場所を片付けましょう。あまり無理をするでないぞ。まあ子供扱いとは、老体のできることは心得てます。他の毒も作れるのか。全く落ち着きのないお方。もう一つございます。混乱と怒りを起こす毒が。しかし素材は何だったでしょう。思い出してくれ。役に立ちそうだ。いい子だ影。何だったかしら。赤くて落ち葉。いい、花びらがあったはず。ああ、お花だ。ああ違う、思い出せない。ああ母上がいらっしゃってくだされば。若様、何か召し上がります。飯は結構だ。だが毒がいる。何から作るのか教えてくれ。花でございます。覚えておいででしょ。私が墓所で育てていた花。掃除したのは覚えている。父上に何度も水を汲みに行かされた。鍛えていらっしゃったのですよ。お体と祖先を敬う心を。花を覚えていらっしゃいませんか。彼岸花か。そうでした。十分な量があればネズミを狂わせるような毒を作れます。お互いを殺し合う恐ろしい毒を。大義のためだ。人にも効く強さにしてくれ。はあ、若様がそれほどおっしゃるなら、どこで花を詰めるかよく覚えております。行きましょう。この森覚えがある。子供の時に来たような。お母上の末後に。母の死を受け止めきれずこの森へ逃げてきたのだ。お母上はここがお好きでしたから。日暮れまでずっと母を探したが、
見つからず迷子になった。三日も行方をくらませて、お父上が見つけた時は虫の息。父上はお怒りであったな。若様を守れなかったことへの怒りです。幾度も戦場に立たれたお父上が、あの時ばかりは一人息子を案じて、どうしないよもすがらご捜索を。もうすぐ墓所に着きます。お父上が九郎殿のことを聞かれたら、叔父上のように咎めるであろう。さようでしょうか。殿曰く、志村様は頭が固すぎて本質を見極められないお方だと。殿は心が豊かでした。心が豊か、父上は若様も同じでございます。さあ来い。待て、ここにいろ。食卓を安い。いやだな。しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならぬ。武士の模範にもな。猛虎が去った後、
この毒は無用、すべて捨てる。アンシェクト、역추지그때보상치때텐드웬역추도쓰이엔나追い払いましたか。ああ、彼岸花を探してよいぞ。どうしてここで探すのです。お主が植えたのであろう。ああ、ここではありませんでした。はあ、久しぶりなもので、他の墓所でしょう。大場君のご一族のすぐ近くです。ユリ、覚えておるか。確か俺が6つの頃、この森の悪夢を見たことがあった。夢ではありませんよ。怯えていらっしゃったので嘘をつきました。まことか。男が叫んでおったな。あの夜、従者と館に戻っていたところ、賊に襲われたのです。賊とは穏やかではないな。従者は震えておったろう。ええ、ですが殿のお姿に。父上に、なぜだ。老頭と共に賊を追い払ったのですが、すぐさまお一人で追いかけられて、その後遠くから悲鳴が。夜明け前にお戻りになられた時は全身が血まみれ、殿をもののけと見まがう者もおったほどです。この湖に見覚えは。よく座禅をしに来たな。落ち着かなくて。お前は岩になれと申したが、俺は泳ぎたくてな。岸からの眺めは格別です。若様、こちらへ。この老体を休ませてください。良き思い出がたくさん詰まっております。騒ぐこの相手との。母君が若様を見守っていらした折、よく散歩に。そろそろ行かねば。元服されてもまだ岩にはなれるのですが。また座禅に来よう、戦の後で。ええ、若様。そろそろ墓です。幼い頃は長い道のりだと思ったが。墓を壊した上、先達の魂まで怪我しおって。早く花をお集めください。見ておられません。
黄泉にいるおばうえも嘆いておられよ。槍川の乱で死んだ勇士らの墓にかような仕打ちとは。これぎりしかなかった。毒をこしらえるには十分ですが、これでお別れと思うと。志村家の墓所が近いな。滝の見えるところです。さあ参りましょう。ただし様、楽しき遠出にございます。ただしと言ったか私が乗馬姿がそっくりですから。父上と出かけておったのか。馬の乗り方を教わっただけです。前方、猛虎がおる。お待ちを、毒をこしらえてみましょう。どのような毒だ。ああ、恐ろしいものです。人を獣に変え、仲間すらも容赦なく殺すようになります。よし、頼んだ、急げ。毒ができました、こちらを。私ここに。Den Harvard Ben! Er kommt in den Harvard Ben! Torimo! Zum Ter Havas ist dir sein! In den Harvard Ben! Ah!
дараад эрэг юм бол ахна. Уцаж ирж мэдэн болгомж табэ. Биш байсан. Барчила!賊は根絶やしにしたはずでは。賊ではない、猛虎だ。あら、ここからでは見えませんでした。どうしましょう。志村家の墓所が心配です。調べていただけますか。遠慮は無用だ、見てみよう。ここへ。ユリ、疲れたか。大事ありません。あなた様と湖で過ごした日を思い出します。何の話だ。俺ではないぞ。大昔のことですから、お忘れなのでしょう。戦火を免れたのですね。若様、覚えていますか。ここに眠る志村家のご先祖を供養した後、午後には和歌を読みましたね。ああ、覚えておるとも。一つ読まれては。
たかけれど。水の削りし岩尾かな。草葉の陰に花の絵にけり。お見事な歌です。誉れはいつか消え去り、高き者も必ず滅びる。近江に戻ろう。私は残ります。言っても聞かぬか。若様、賢くなられましたね。志村様は城に執着しすぎだと忠様はおっしゃっておりました。対馬の要だからな。力とは山のごとく大きく不動のものだとお考えなのです、志村様は。確かに決断が鈍れば兵は乱れるのみだ。戦の最中、大将は何事にも動じず強くあらねば。なれど滝をご覧あれ、動かざる岩はすべて水に削られる。力は我らの周りにございましょう。もう一つだけご一緒したいところがございます。また後ほど。失礼を。風が冷とうございまして。ユリ、病か。まさか。とんでもない。赤島に参ろう。クスシがおる。他に参るべき地がございます。どこだ。近くにございます。クスシのもとへはその後に参りましょう。わかった。だが病ならば進路を赤島に変えるぞ。承知いたしました。相変わらずお厳しいこと。参りたいとはどこのことだ。それは言えないのか。秘密にございます。どこなんだ。ほら、ついてこられます。ユリ、せくな。よし。覚えがありますか。確か湯の近くであったな。
ら、あそこ。近くに参りましょうか。なんと美しいこと。ああ。なぜここに？あ、お怒りですか。お連れすべきではなかったのですね。下せぬだけだ。ああ、見てはおられぬのです。ご家族のことで悲しみに暮れるあなた様のお姿を。ユリ、どうした？いえ、いえ、何でも、ええ、大事ございません。いつ飯を食った？確か昨日かと。ここにいろ、何か取ってくる。子供扱いは嫌です。頼むユリ、しばし休め。承知しました。ほんとお優しいこと。すぐに戻る。獣がおればよいな。獅子だ。ユリが待っておるな。食わせてやろう。馬がおらぬ。いずこへ？粉と薬草、この先だな。ユリの馬だ。近くにおる。
の。ユリ、怪我は？いいえ、道にその迷ってしまいました。どうしたのだ？亡き母が手を振っていたのが見えて追いかけたのですが。村に戻ろう。いや、母の墓に参らねばならないのです。それはならぬ。どうか、これまで仰せつけを守ってまいりました。私と共に母の墓にお参りください。いいだろう、無理はするでないぞ。恩に来ます。母に連れられてよくここに参りました。植物の知識もここで。それで母親の姿を。ほどなく着きます。墓どころ？ああ、我が一族のものです。ただし様、あれは病の若様を抱えてあなた様が私のもとにいらっしゃった夜のこと。奥方様が亡くなったあとでした。ただし様、いかがなされました？聞いておる。母直伝の煎じ薬を若様に飲ませ、一晩中そばにおりましたでしょう。私の手を握りながら、覚えておいでですか？ああ、覚えておる。あの時若様が苦しむ中、悲しみを覚える一方で嬉しい気持ちでございました。浅ましい女でございましょう。いや、若様の病が癒えた後、あなた様から馬を習い、あの温泉に行きましたね。赤々ともゆる夕日が目の前に広がり、私はとても。申してみろ。私はとても幸せでございました。ただし様、何が見えますか？槍川への道がよく見えるぞ。あの戦のせいで、すべての家が不幸になりました。金田の木。いつも城におられますね。確かにな。
多くのお勤めでお忙しくて、共に過ごした楽しい時もなお物足りなく思うのです。あれは櫛の寺、塔が見える。よく詣に参っております。殿と若様と家族のために。良き乳母をもって陣は家宝物だ。そなたには何が見える、ユリ。休むがいい。力は我らの周りにある。栄えたものもやがて滅びる。あたかも風の前の塵のように。